自己中と自分軸の違い8選。1つ目、自己中な人は自分の話ばかりをして、自分軸の人は人の話を最後まで聞く。2つ目、自己中な人はでもだっての否定マインドで、自分軸の人はいいねやってみようの肯定マインド。3つ目、自己中な人は人間関係で問題が起きやすくて、自分軸の人は人間関係で波風が立たない。4つ目、自己中な人は多責思考で何事も他人のせい、自分軸の人は自責思考で何事も自分で責任を取る。5つ目、自己中の人は会話が悪口陰口になっている。自分軸の人は会話が楽しかったことや頑張っていることメイン。6つ目、自己中の人は自分の非を認めることができず、自分軸の人は自分に非があれば謝ることができる。7つ目、自己中の人は実は人から嫌われることが怖くて、自分軸の人は人から嫌われることに恐れない。8つ目、自己中の人は自分の意見が正しいと思っている。自分軸の人は物事に対して合理的に判断する。